こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は国試で潰れた逸材投手たちを紹介するぜ。甲子園の季節では、毎年のように投手の球数が話題になるわよね。近年は球数制限やタイブレイク制度の導入など、投手の保護を意識したルール変更も導入されているが、高校野球には依然として投手の国試問題が残っている。野球の場合、短期決戦では投手のパフォーマンスが試合の勝敗に大きな影響を及ぼすため、故に一部の投手に負担がかかりやすいんだ。負ければ終わりのトーナメント制である以上、エースよりも力が劣る2番手以下の投手を起用するリスクが大きすぎるもんね。そのため、これまでの歴史では高校時代の無理な投球を強いられた結果、大怪我を負ってしまい、その後のキャリアに大きく支障をきたしてしまった投手たちもいる。今日はそんな悲劇のヒーローたちにスポットを当てていこう。いわゆる消えた天才たちってやつね。国試で潰れた逸材投手たち、一人目は沖縄水産高校の大野凛選手だ。この大野投手の悲劇があったがゆえに、21世紀の高校野球で投手を守ろうという動きが始まったと言ってもいいくらい高校野球史を語る上で忘れてはいけない投手だ。そんなに大きな問題になったの？何せ故障した大野投手が自分を起用した監督に対して、いつか監督を殺してやる、毎日そればっかり考えていました。一日として監督を恨まない日はなかったと発言して、物議を醸したほどだからな。とんでもない恨みをぶちまけてるじゃない。後にこの発言は記者の捏造であったと、大野投手が明らかにしてはいるが、当時はこの発言が大きな話題を呼んだんだ。元教え子が監督のことを恨んでるなんて発言するケースなんて、めったにないことだしね。大野投手について詳しく話していこう。大野投手は2年生の夏に、外野手として1990年の夏の甲子園大会に出場。この年の沖縄水産は決勝戦まで進出し、沖縄県勢初優勝が期待されたが、惜しくも決勝戦は天理高校に0対1で敗れて、悲願を果たせなかったんだ。今でも県内初の優勝がかけられた試合は大いに盛り上がるものだけど、沖縄の日本における得意な立場や、当時の高校野球が現在以上に注目を集めていた状況を考えれば、その過熱ぶりは想像に難くないわ。この大きな期待が、翌年エースナンバーを背負うことになる大野投手に大きな重圧となってのしかかる。新チームになってからは、多い時で1日400球、平均でも159から200球はほぼ毎日投げていたそうだ。プロでも1週間に1回の投球で120球以上投げたら問題視されるのに、体ができてない高校生が毎日そんなに投げてたなんて。練習試合では1日に複数の試合をすることもあったが、ダブルヘッダーでも1人で投げ抜いてたそうだ。練習試合ですらそんなに投げさせてたなんて、かわいそすぎるわ。ただ練習で400球も投げる日があることと比べれば、試合の方が1日の球数は減ったぐらいですねと、当時を振り返られてるな。私なら力を加減して投げちゃうかもね。そんなことは許されないぞ。なぜなら気が緩むと、監督から手が飛んでくるのが普通な環境だったそうだから。普段から断れない雰囲気が作られてたのね。大野投手が異変を感じたのが、甲子園を控えた春先のことだ。4月の練習試合でもダブルヘッダーを1人で投げ抜き、非公式ではあるものの、自己最速の145キロを記録。その当時に高校生が145キロだなんて、めちゃくちゃ速いじゃない。調子を上げていたかのように思えたが、5月のゴールデンウィーク期間中の練習で、投球した際に右肘から、ブチッという音が鳴るのが聞こえたそうだ。もともとは肘に痛みを感じながら投球してたそうだが、この時ばかりは今までと違う種類の痛みだったようだぜ。破滅の音。しかし周囲の人に右肘の異変を言い出せず、あまりの痛さから、投球練習をせずにランニング練習中心で過ごしてたそうだが、これを見たチームメイトは大野選手がサボってるように感じさせてしまったそうだ。チームのためを思ってひた隠しにしてたら、逆に不信感を抱かせてしまったのね。とあるグラウンドの草刈りの時に、チームメイトから、怠けるな、と草刈り釜を持って追いかけられることもあったそうだぜ。いや、怖すぎるでしょ。実は腕をかばうような投球をしていたら、チームメイトから、お前のせいで甲子園行けんかったら一生恨むからな、と言われたこともあったそうだ。監督だけではなく、仲間からもそんな厳しく接せられてたの？言い出せなかったらそうなったのか、言い出せないくらいの関係だったのかは定かではない。だが、大野投手が我慢して投球を続けた背景には、そうしたチームの雰囲気も影響していただろう。また前年の甲子園でチームが快進撃を続けてる最中、大野投手は恐怖心を感じてたそうだ。なぜ恐怖心？俺の年代になったら、これを上回らなければいけないんだという、プレッシャーから来る恐怖心だ。大野投手は2年生の時点で試合で登板することもあったが、ストライクを取るのに四苦八苦して殻を破ることができなかった。来年、この状態でマウンドに立てるかということに怯えがあったそうだ。
猛練習を断れなかったのは、自分の実力への自信のなさも多少影響してたのかもね。もっと上手くならないと足を引っ張ってしまうという。前年の実績、県民の期待、監督とチームメイトからの圧力などを受けて、逃げ出せない状況を作られてたのね。また折り悪く、エースの座を争った2番手投手が夏の沖縄県大会前に、急性腎炎を患ってしまい、代わりの投手がいなくなったそうだ。そもそも練習試合ですら2番手以下の投手が投げる機会も少なかったみたいだから、投手陣の層はすっかすかだったってわけか。そんな中で迎えた沖縄県予選では、大野投手の不調を打線がカバーする形で準決勝に進出。ただこの時点ではすでに右肘は疲労骨折を起こしており、ここで初めて監督に肘の痛みを相談したそうだ。いやいや、骨折してようやく相談できるって、どんな状況よ。監督もうすうす察してたようで、お医者さんと相談して、痛み止めの注射を打って試合に出ることになったんだぜ。え、骨折してるのよね。そんなの誰がどう見ても止めるべき状況じゃないの。お医者さんも警告をしたそうだが、試合出場を止められる人はいなかった。大野投手は準決勝は1失点、決勝戦は2失点の好投で、県予選5試合全てを一人で投げ切る活躍で、チームを2年連続の甲子園に導いたんだ。なんとか、最低限のことは果たせたって感じで、ほっとしたでしょうね。どうだろうな。監督からは、甲子園では痛くても工夫して投げなさいと。甲子園でも試合を欠場することは考えてないと告げられたそうだ。いくら沖縄予選が他県よりも早く終わるとはいえ、右肘の骨折なんて甲子園までに治るわけがないじゃない。大野投手は、腕はもうぐちゃぐちゃだったんですが、痛み止めを打てば、まだなんとか触れたので、と当時を振り返ってる。悪い意味で、ここまで来たらやるしかないって、振り切ったのね。監督も整体師や針、電気、超音波治療、果ては霊媒師まで探すなど、手を尽くせることは全部尽くしたんだぜ。休養こそが最も肘を癒す方法なんだけどね。結局大野投手は夏の甲子園でも全6試合も一人で投げ抜き、決勝戦まで進出。だが、すでに体は限界を遠に超えており、決勝戦の大阪桐蔭戦では8回158球を投げて13失点を喫し、8対13で敗れたんだ。そんなに打たれても投げさせ続けるなんて、なかなかどうかしてるわね。監督からは、監督とエースは一心同体だよ、と言われ、覚悟を決めていたそうだ。同時に、投手としてはこれが最後の試合になるだろうとも、悟ってたそうだが。ここまでの話を聞いてると、本当に一心同体だったのか疑わしいわよね。登板前には監督から、いけるか?と問われ、いけます、という感じで、とても投げられませんという雰囲気ではなかったそうだからな。チーム状況を考えれば、無理なんて言える状況じゃないからこそ、大人が責任を取らなきゃいけないのにね。大野投手は夏の甲子園では6試合で773球を投げて、36失点という内容からもわかる通り、本来の出来からはほど遠かったんだ。平均すると毎試合6失点も取られてるわけだから、万全の状態にはほど遠かったことが伺えるわ。大野投手曰く、決勝戦ではバッティングピッチャーみたいなもので、球速は120キロにも満たなかったそうだ。大野投手の故障が大きくクローズアップされたのは、閉会式での不自然に曲がった右肘に周囲が気づいてからだ。130度に曲がったままの状態で、閉会式の更新をする大野投手を見て、大会の過密日程に対して批判が起こったそうだ。ちなみにこの時期の甲子園は休養日がなく、3回戦以降は4連投。つまり4日間で、546球も投げていたんだ。もともと人体も骨にも異常が発生してた状態で、そんな無理を強いられたら、壊れるなって方が無理があるわ。大野投手は大会後検査を受けたところ、右肘の剥離骨折と診断された。さらに亀裂も入っており、軟骨も欠けた状態で、ビー玉サイズの骨片まで見つかったそうだ。大野投手の証言通り、本当にぐっちゃぐちゃだったわけね。想像しただけで具合が悪くなってきたわ。今なお後遺症で右腕をまっすぐ伸ばすことはできないほど、変形してるそうだからな。大野投手は高校3年の10月に右肘の手術を受けたが、医師からは投手としての復帰は難しいと告げられたそうだ。投手生命絶望の重傷だったなんて、どれだけ負荷をかけたのよ。夏の甲子園前は、プロのスカウトが練習を見に来ていたそうだが、故障が発覚してからは誰も来なくなったそうだ。高校卒業後は九州教立大学に進学し、野手に転向。大学1年生の時に受けたインタビューで、冒頭でも紹介した、いつか監督を殺してやる発言が物議を醸したんだ。その後記者の捏造だったことを知らない当時の人からしたら、大野さんがそんな発言をしたと信じちゃうわよね。これには当時の沖縄水産の監督に大きな批判が向かった一方で、大野さん自身も周囲から厳しい批判を受けたそうだ。事情が事情とはいえ、さすがに過激すぎる発言だもんね。なんでそんなことを言ったなんて記事が出たのよ。
本人曰く、タックルスという大阪弁で言うし爆ぞみたいなニュアンスの方言を、冗談で使ったそうだ。それが一人歩きして、あらぬ波紋を呼んだのね。大野投手は後年、むしろそんな記事を捏造した記者に対して、いつかタックルスと、冗談を言われてたぞ。そりゃそうよ。母校の監督との関係が悪くなる可能性だってあるわけだし。ただ言われた遠野監督は、お前みたいに気が小さい奴が、そんなこと言うはずないと、笑っていたそうだ。また大野投手が投手としてプロに行けなかったことを悔いており、陣を潰したのは俺の責任、投手でプロ入りするはずの選手、と漏らしてたそうだ。今の価値観では異常な酷使に感じてしまうけど、当時はそれが当たり前でもあったし、監督は監督で周囲からの期待をもろに受けていたでしょうしね。この大野投手問題をきっかけに、94年の夏の甲子園から投手の肩や肘の関節検査が本格導入された。導入の翌95年の大会では、今治西の藤井周吾投手が甲子園での検診で重篤な靭帯損傷が発見され、医師からドクターストップがかけられたこともあったんだ。藤井投手って、ヤクルトとか日本ハムで活躍したあの藤井投手？そうだな。プロ入り後は不分立ルールを破って号泣したり、登板日前日にワールドカップの深夜放送を視聴して物議を醸したり、セルフ戦力外になりかけたりと、お騒がせな一面もあったが、そうしたプロ入り後の騒動も、メディカルチェックで守れたことで生まれた一面だな。人に歴史ありね。またベンチ入りメンバーの人数も94年の春から16人に増えて、控え投手の数を増やしやすい状況にもなったんだ。今では県予選で20人。甲子園本戦では18人まで人数が拡大されてるけど、そのきっかけにもなる大会だったのね。大野投手のキャリアについて、話を戻そう。大野さんは3年夏の甲子園で、6試合で大会最多となる14安打を放つなど、打者としても非凡な才能を持った選手だったんだ。右肘がそんな状態で、よくバットで結果を残せたわね。リハビリの結果、遠投も100メートル投げられるようになったことで、強肩強打の外野手として名を馳せるようになっていく。大学1年の冬には最年少の日本代表メンバーとしてアジア選手権に参加し、大学野球の日本代表常連となる。また4年生からはチームの主将になり、福岡六大学リーグ新記録となる通算18本塁打を樹立するなどの活躍で、MVP、首位打者、本塁打王、ベストナインなどのタイトルも獲得したんだ。とんでもない野球センスの塊じゃない。この活躍が評価されて、95年のドラフトでは巨人から5位指名を受け、野手としてプロ入りを果たしたんだ。普通なら選手生命を脅かされてもおかしくない重傷だったのに、それを克服してプロになるなんて、頭が下がる思いだわ。残念ながら巨人ではほとんど一軍出場の機会がなく、2000年オフにトレードで大A に移籍。移籍先のホークスでも十分な出場機会が得られずに、2002年オフに戦力外通告を受けてチームを退団したんだ。結局プロ通算24試合の出場で、5安打しか放てず、この年をもって現役を引退されてるぜ。野手に転向してプロに入ったことだけでも称賛されるべきだけど、もし投手としてプロになっていたらと、考えてしまう選手ね。大野さんは当時の監督に感謝することはあれど、恨みはないそうだ。ただ、もしあの夏がなければプロのマウンドに立てたのではないかと考えないようにしているとも語っている。それはそんなことを考えれば考えるほど、落ち込んでしまうからだそうだ。甲子園の光と影の両方をこれでもかと味わった悲劇の天才がいたことを、絶対に忘れてはいけないわね。国試で潰れた逸材投手たち、二人目は鹿児島実業高校の下久保洋介選手だ。下久保選手もまた、高校時代の国試が原因で投手を断念し、野手としてプロ入りした選手なんだ。甲子園のスターって、才能の塊ってのがよくわかる企画ね。決して褒められたプロ入りルートではないけど、下久保さんは鹿児島実業高校時代の3年春の1996年選抜では、決勝戦で智弁和歌山高校を6対3で下し初優勝。春夏通じて鹿児島県勢初の全国制覇を達成した時のエースだ。最速143キロの直球と、消えるとまで称されたスライダーが評判で、高校生レベルでは攻略は難しいとまで言われたそうだ。いわゆる本格派の右投手だったのね。この下久保投手もまた、春の選抜では前後試合、計553球を一人で投げ抜き、チームを悲願の初優勝に導いてる。突出した才能をそれくらい消耗させないと、なかなか偉業達成にはたどり着けないのね。決して美談にはしたくないけど、選抜時点では、特に体に異常はなかったが、異変をきたしたのは夏の鹿児島県大会を制した後だ。練習では右肩の痛みで、キャッチボールすらまともにできない状態が続いたそうだ。蓄積疲労が一気に吹き出した形ね。右肩の異変が消えない下久保投手は痛み止めの注射を打って、甲子園でも登板を続けたが、準々決勝を前に肩は限界に達した。当たり前のように高校生が痛み止めを打って無理して登板してるってのは、恐ろしい話よね。
下久保投手はもう投げられないとチームメイトに訴えたそうだが、最後はお前と一緒に負けたいと言われ、マウンドに上がることを決めたそうだ。どういう流れでその発言に至ったのかはわからないけど、そんなこと言われたら登板を断るわけにはいかない状況だったのね。チームは準々決勝で敗退したが、下久保投手は4試合中3試合に完投。だが、翌日病院で検査を受けた結果、右肩に剥離骨折が見つかったそうだ。また肩の剥離骨折。そんな重傷を高校生が負うのが状態化してたなんて、かなりおぞましい時代があったのね。高校卒業後は特待生として、日本大学に進学。ただ故障の影響でボールは投げられず、1年経っても肩の痛みは消えなかったそうだ。そんなに長く後遺症が残るなんて、改めて投手の肘や肩って消耗品なんだなって思うわ。だからこそ大事に扱わなければいけないんだがな。下久保さんは、リハビリに行くふりをして渋谷をフラフラして時間を潰していました。完全に腐って野球をやめようと思ったと、なかなか練習に身が入らなかったんだ。だが、インナーマッスルトレーニングを取り入れたことで、肩の状態が回復。本人は投手としてキャリアを続けたかったが、チーム方針によって、大学3年から外野手に転向したんだ。少し流れは違うけど、大野さんと同じようなルートね。大学時代は目立った活躍はできなかったが、日本ツーンに入社後に野手としての才能が開花していく。6年連続で都市対抗に出場すると、2006年の大会で首位打者を獲得。この年の社会人ベスト9外野手に選出されると、アマチュア日本代表にも選ばれたんだ。かなり遅咲きの部類だけど、ようやくアマチュアトップクラスの選手に成長したんじゃない。その結果2006年の大学生社会人ドラフトで、横浜ベイスターズから5巡目指名を受けて、プロの門を叩いたんだ。投手として甲子園で輝いてから10年後に、野手としてプロ入りを果たしたのね。下久保選手はプロ1年目は左キラーっぷりを発揮して、72試合、129打席に立って、打率2割7分7厘、出塁率3割3分6厘、OPS666 とまずまずの結果を残した。だが、2年目以降は出場機会を激減させて、2010年には戦力外通告を受け、この年限りで引退。プロ4年間で通算96試合、34安打と、満足のいくキャリアは送れなかったんだ。下久保選手は、プロでも投手だったらもっとやれたんじゃないかという思いはあったと、野球人生を振り返っている。結果的にプロ入りできたとはいえ、本当に自分が得意だったポジションで勝負したかった思いはあるでしょうね。国試で潰れた逸材投手たち、3人目は智弁和歌山高校の高塚信之投手だ。実はこの高塚信之投手は、96年の選抜決勝で下久保投手と投げ合って敗れた投手なんだ。え？同時代に2人も消えた天才がいたの？ヤクルトで11年間スカウトを務められた矢野和也氏が、スカウト時代に印象に残った選手を5人挙げてるのだが、その5名は阿部慎之助、石川雅則、岩村明則、岩隈久志、そしてこの高塚投手だ。高塚投手以外の4名はプロでも大活躍した超一流ばかりじゃない。そんな中に含まれる高塚投手ってそんなにすごかったの？矢野さんは最初に見た高校1年生の時点で、その完成度とレベルの高さに度肝を抜かれたそうだ。140キロを超えるストレート、縦に大きく割れるカーブ、さらにはどんなカウントでもストライクを奪える技術など、高校生レベルをはるかに超えていたと評している。そんな投手がいたら、監督は使いたくなっちゃうわよね。高塚投手が2年生時に迎えた96年の選抜。智弁和歌山は3年生投手が不調であったため、頼れる投手が高塚投手しかいない状況だったんだ。3年生でも負荷をかけすぎちゃダメなのに、新2年生をエース起用せざるを得なかったなんて。高塚投手は初戦を2安打完封するなど、その能力の高さを遺憾なく発揮。ただ2回戦から決勝までの4試合は4日連続完投という、過酷な日程をとんでもない起用法で投げ抜いたんだ。全試合完投してるじゃない。しかも準々決勝では延長13回を完封するなどしたため、大会の投球数は合計712球。過去に選抜で700球以上記録した投手は5名しかいないことからも、いかに凄まじい数の投球数だったかがわかるだろう。延長13回を完封できるだけの投手だから変えときがわからなかった気持ちもわかるけど、あまりにも勝利にこだわりすぎた起用法に思えるわね。2年生ながら47回を投げて、38奪三振、与えた自責点はわずか5で、防御率 0.96 だったことからも、いかに突出した才能だったかがわかるだろう。下級生の時にこれだけやれてたなら、順調に育ってたら間違いなくドラフト上位級の投手よね。実際大栄は早い段階から高塚投手に指名確約の話を持ちかけていたそうだ。選抜の高騰を考えれば、プロが早くから動くのも無理ないわ。それだけに、高塚投手に無理をさせて潰してしまったことについて、当時の高島仁監督も、悔やんでも悔やみきれない起用法だったと振り返っている。
そのため選抜後には1ヶ月間はノースローで休養させると決めていたらしいが、さらに悲劇が高塚投手を襲う。1ヶ月間はノースローでも休養足りない気がするけどね。なんと4月のアジア選手権の代表に選出されてしまい、高野連の決定に抗えず承諾したそうなんだ。選んでしまう高野連も高野連だけど、止められない監督も監督だわ。当時の高野連と監督とのパワーバランスはわからないが、結果的には大人が高塚投手を守ってやれなかったわけだな。高塚投手はアジア選手権の中国戦で完投すると、続く台湾戦でも登板した結果、ここで右肩を痛めてしまう。またノースロー調整を続けた後に、投球を再開すると、今度は脇腹や肩に痛みが出るようになったそうだ。さらに長期間の休養でフォームがバラバラになってしまい、完全に自分の投球を見失ったそうだ。投手のメカニズムは本当に繊細だから、一度狂うと元に戻らないピッチャーもよくいるもんね。そのため2年夏の甲子園は登板なし、3年夏の甲子園では初戦に先発したものの、かつての輝きは取り戻せずに2回途中5失点で KO。 以降は代打での出場がメインとなり、チームは夏の甲子園を優勝したものの、高塚投手はほとんど貢献できなかったんだ。高塚投手が本来の出来ではないことは誰の目にも明らかであった。そのため、早々に上位指名確約をしていた大栄から、断りの連絡があったそうだ。プロに入って再生できる見込みがないほど、状態が悪かったのね。本人もプロ入りを諦めて、社会人に進む予定だったそうだが、打撃投手をする姿が近鉄スカウトの目に留まったそうだ。何か光るものを感じさせたのね。その結果97年のドラフトで、近鉄から7位指名を受けて、プロ入団となったんだ。もともとトヨタ自動車に内定をもらった時も、ドラフトで指名されたらプロ入り OK という条件だったそうで、本人は社会人からプロに行く自信もなかったので、行ける時に行こうという思いだったそうだ。高校時代に有力だった選手でも、大学社会人で伸び悩んだり、故障の影響でプロに行けないパターンもあるしね。ただ、プロ入り後も肩の違和感は消えることなく、それどころか肩にボールを投げてる感覚がなくなったそうで、最終的には X になったそうだ。ボール投げてる感覚すらないって、かなりの重傷じゃない。痛覚とは本来体からの SOS であって、それすら感知できないというのは、末期症状に近いからな。高塚投手はキャッチボールもままならず、打撃投手をやってもケージの上にボールが行ってしまう状態。結局2000年オフには内野手兼捕手へ転向。だが、それでも結果を残すことができずに、2003年オフに戦力外通告を受けてチームを退団。高校2年生時に全国レベルだった逸材は、投手としても野手としても一軍出場を果たすことなく、24歳の若さで現役を引退したんだ。もし現代のように投手保護の意識が高まった時代に生まれていたら、どんな投手になっていたのか、そんな考えが頭によぎる逸材だったのね。この高塚投手の悲劇を忘れず、高校野球界に還元した監督がいる。それは2021年の夏の甲子園で優勝した智弁和歌山中谷仁監督だ。高塚投手と同じ智弁和歌山じゃない。実は中谷監督も智弁和歌山の OB で、高塚投手とは同学年。96年の選抜で準優勝した時は、2年生バッテリーを組んでたんだ。なるほど。同級生の悲劇を間近に見てた存在だったのね。中谷監督は阪神、楽天、巨人でプレーした後に、現役引退後は指導者として母校に復帰。2018年の秋から監督を務めるようになったが、監督就任後の投手起用は一貫してエースに頼らないスタイルなんだ。時代が投手保護を前提とした考え方にシフトしてきたことや、智弁和歌山みたいに優秀な選手が集まる環境ということも影響してるでしょうけど、それでも素晴らしいことね。尺が長くなってきたことと、まだ現役選手であるため、長くは触れないが、済美高校の安楽智弘投手も高校時代の酷使がなければと考えさせられる選手の一人だ。確かあまりにも甲子園で投げすぎたことから、海外メディアが、正気の沙汰ではない球数、と報じたことでも話題になったのよね。安楽投手は高校2年生時の春の選抜で、前後試合中準決勝までの4試合で完投。決勝では6回で降板したものの、大会中の総投球数は772球にまで達して、大きな話題になったんだ。さっきの高塚投手以上に投げてるじゃない。安楽投手は初戦の工業戦で延長13回を232球も費やして、完投勝利を挙げてたことも、球数がかさんだ理由だ。232球、しかも負けられない公式戦で、強豪相手にそれだけ投げたってことはかなり負荷がかかってるじゃない。この大会では大きな故障が発生することはなく、安楽投手は2年夏の大会でも華々しい活躍を見せた。愛媛県大会では自己最速となる157キロを記録し、甲子園の初戦では甲子園史上最速の155キロをマークしたんだ。とても2年生とは思えない、一人だけプロが混じっているような恐ろしいボールを投げてたものね。
この活躍が評価されて、2年生ながら高校日本代表に選出され、世界野球選手権大会に出場したんだ。なんかさっきの高塚投手と同じような流れになってない。そして悲劇は起きた。秋の県大会で試合中に右肘尺骨神経麻痺を発症し、緊急降板。全治約1ヶ月と診断されたが、キャッチボール再開まで3ヶ月を要したんだ。それでも軽傷に感じるほど、凄まじい投げさせられっぷりよね。結局実績復帰までに7ヶ月を費やした安楽投手だったが、夏の県予選では3回戦で敗退。最速は148キロ止まりと、2年生時の投球を知る者にとっては非常に複雑な気持ちにさせられるものに終わったんだ。2年選抜の時の投げすぎがどの程度影響したのか因果関係はわからないけど、少なくとも順調に育ったとは言い難いわよね。安楽投手は2014年のドラフト1位で、楽天に入団。プロ入り後もかつての快速球を取り戻せず、平均球速は140キロ台半ばがやっと。また2018年には右肩痛を発症し、2019年オフは右肘関節鏡下クリーニング手術を受けるなど、プロ入り後も怪我に泣かされることが多いぜ。もし怪我なく順調に育っていたらと、思わされるようなキャリアを送ったのね。2021-22 年は2年連続で50試合以上に登板するなど、救援投手としてチームに貢献するようになっていく。ただあえて言わせてもらうなら、安楽投手のポテンシャルを考えれば、物足りないキャリアと言わざるを得ない。16歳で157キロ投げた逸材なんだから、本来は先発でリーグナンバーワンクラスの活躍をして、いつメジャー挑戦するのかが話題になっててもおかしくない逸材だったもんね。まだ若い選手で、これからキャリアを伸ばしていく可能性は十分あるが、安楽投手がその才能を十分に発揮できていないことは球界の損失と言えるだろう。ここまで紹介したような悲劇はあくまで氷山の一角である。表立ってないけど、高校時代の酷使でその後のパフォーマンスが上がらなかった投手はたくさんいるでしょうからね。そうした負の歴史を経て、令和の指導者たちが選手ファーストな育成をしてくれることを切に願う。ちなみにだが、高塚さん自身はキャリアに対する後悔はなく、やるだけやって、壊れたら壊れたでもいいと思いますけどね、と笑顔で答えられている。引退後は妻の実家である兵庫県洲本市の寿司屋で寿司職人として勤務するなど、充実したセカンドキャリアを送られてるようだ。本人が納得さえしていれば、過酷な投球を強いてもいいのか、それとも大人が守るべきなのか、アマチュアスポーツに課せられた、難しい問いよね。実際安楽投手も高校時代の投球方を公開しておらず、自分が監督であっても投げさせたと証言しているぜ。プロの OB の中にも甲子園の球数制限は反対派で、投げ込みは必要って意見の人もいるしね。生存者バイアスがかかった考えで、私は肯定できないけど、すべての選手がプロになれるわけではないので、アマチュア段階で燃え尽きてもいいと考える選手もいたりするからな。実際そこでいい結果を残せば、就職や進学に有利になるわけだから、多少無理しても OK って価値観の人もいるもんね。アマチュアスポーツの実績が、その後の人生に与える影響があまりにも大きい社会設計がゆえに、無理をする子供、させる指導者が後を絶たない。ゆえにこの問題の解決は単に球数制限などだけで解決する問題じゃないんだ。誰にとっての理想のルールなのか、全員が納得する答えがないだけに、難しいテーマではあるわよね。